2018明治安田生命 J1 リーグの第33節、サンフレッチェ広島対名古屋グランパスの一戦。まあ今日最後のホームゲーム、今シーズンをもって現役を引退する森崎和幸選手、単純にカズさんのために勝ちたいと選手は皆口を揃えていました。プロ19年間、まあ、きっちり20年広島一筋で過ごしましたレジェンドが今日をもってお別れを告げる、そういうラストマッチでもあります。さあ広島のそれではスターティングメンバー、フォーメーションで見ていきます。ゴールキーパーの林、フォーバック和田、野上、千葉、佐々木、そして柏、柴崎、稲垣、馬渡が今日左のアウトサイドスタメンです。ティーラシンと川辺、まあ位置関係で言うならばティーラシン前の川辺がその下ということになるんでしょうが、どういうプレーを見せますか。今日川辺も注目ですね。そうですね、非常にやっぱり前に出てくる推進力ありますから。はい、さてグランパスです。ゴールキーパーのランゲラック、こちらはスタート時3バックです。中谷、丸山、泉が入ります。で相馬、小林、エドワルドネット、秋山、前には玉田、ジョー、ガブリエル、シャビルという、まあ、こういう布陣になります。監督は風間八宏。もう一度回ったりノファール。いやー今のはちょっと頑張らなきゃいけないですね。回ったりね、インターセプトしてシュートへ。ミドルレンジからフィニッシュは枠の外にはなりましたが打っていきました。さあ問題は広島、2位を死守できるかどうか。名古屋の攻め、どうだ、上を落として、いやシュート右。最後はエドワルドネット。柏取った、いいですね柏。そして柏そのまま周りを詰めて右へ、和田ヘディング来た、キーパー先制、広島柏決めて1対0。36分の得点はまずは広島。いや見事な攻撃じゃないですか。見事ですね。やっぱり高い位置からボールを奪って、はい、そして柏が仕掛けて、はい、時間作ってですね、和田のオーバーラップの時間作りましたよね。はい、まっすぐ伸びてきた。あれポストしますから ね、今日はね。そして入れたボール、もう一回ジョー・ムレートラップ、同点。素晴らしい。39分、ジョーに生まれて同点。ジョーは22点目になります今シーズン。素晴らしいですね、やっぱりね、物が違いますね。さあボール名古屋チャンスだ、引き取って渡したボールをシュート、いいよ、見事に決めました。最後は小林。いやこのリアクション、サンフレッチ広島背番号36河辺綾生に代わりまして背番号8森崎和幸が入りました。大きな拍手を持って森崎和幸入りました。このまま行きたい。そうです、最終戦にプレッシャーがかからない状況を作りたいんですよ。はい、ドリブル3対2ですよ。上がって名古屋チャンスだ、渡してそのままジョーキーパー、いや強烈なシュート、林。バックスピンかかってボールをうまく処理しました。あーフリーですよ、そのままシュートへ、ヘディング、いやオフサイドですね。旗が上がっていました。
あのクロスの選択は悪くないですけど、まあね、ボール受けた時にシュートの意識を持ちながらクロスの選択でも良かったですけども、最初からシュートの選択ないですからね、あーはーはーはー、今の止め方だとね、仕掛けて入れたいところですが、ボックス内には随分人数はいます。広島入れた、どうだ、足元まだ攻撃の手、いやー最終的には東のシュートです。ちょっと打たされた感じですね。ねえ、左展開、頭競り、ボールはどうやら名古屋、今タイムアップ、広島は6連敗、そしてグランパスは今日の勝ちによってまずは自動降格を回避することになりました。